立本夏山は日本の俳優である。静岡県清水市に生まれる。両親が静岡の市民劇団に所属していた影響で幼少の頃より演劇の稽古場に通っていた。静岡県立灰原高等学校で演劇部に所属し東京芸術大学声楽科を目指すようになる。声楽を東京芸術大学院 OG の川上博志雅子に3年間習う。 三年生の時、文学座のサマースクールで参加後優秀賞を受賞し、大学進学を止め文学座付属演劇研究所に入る。研究所では41期生で、長谷川博美と同期だった。劇団式を受験し合格するも、三ヶ月で、自ら退団。アングラ劇団、流山寺、事務所に研究生として入り舞台に出る。一年後劇団俳優座養成賞を受験し合格。 研究生として、再び学び始める。俳優座は18期生で同期に、宮川隆がいる。研究生であった3年間の後、同年代の演出家、鹿島翔介が主催する劇団、重力、ノートのオーディションを受け、W ホルフェルト作、戸口の外での主役ベックマンを演じる。引き続き重力、ノートに所属し、滝越教官、平井光子らと創作を共にした。 同劇団の活動で、二人、クルーで2010年とが演劇人コンクールに参加。その合間に参加した水ノートシアターカンパニーで、現在の妻となる、市川義成龍と知り合う。その後、初の一人芝居、僕の振動を、作、演出、出演。実験的に、ダンスとセリフを融合させた芝居を試みる。その時から、 元劇団俳優座出身で演出コースの研究生だった井原小草とタッグを組む。この他、新宿良山白、林行軍、小池博氏の作品などに出演した。2011年より一人芝居を始める。2013年、品川フリースペース学館での火山オフィス、プロデュース、さようなら日本では、スウェーデンの写真家、ゴローバーツの写真とコラボレーションを実施。 火山オフィスは、この自主制作のために設立した。同時に、本名の立本雄一郎から、立本夏山へと芸名を変更する。2014年5月、品川フリースペース学館での、ニジンスキーの手記では、立体造形作家の稲田隆が、美術に参加する。踊りながら、ニジンスキーを演じた。2014年1月の立川演劇祭では、 日本のパントマイムの第一人者米山ヤママ子の前座として、ダザイオサム原作の駆け込み訴えを演じた。この駆け込み訴えの一人芝居では、千代田芸術祭パフォーマンス部門踊りの場で伊藤知恵賞を受賞した。2015年には新宿両残博主催のハムレットでクローディアス役を演じる。同年10月には3331アーツ千代田。 にて、海の王道の一人芝居に挑む。体育館の中での一人芝居にもかかわらず、アーティスト平原誠の空間デザインのアイデアを借り、海の明かりの舞台で踊りを演じた。2016年には、火山オフィスで、新たに音楽家で俳優の小気戸と清水など出演者7人での、毎回異なる即興パフォーマンスを実施した。4月30日、 詩人の桑原滝谷主催の谷川俊太郎を迎えての5年ぶりのトリビュートライブ、都市独に出演し、ダンスを交えたパフォーマンスを披露する。7月、フランスのアビニョン演劇祭で、スペインのアンジェリカリデル作、演出、美術、出演による、この件で私は何をするに出演するため、2ヶ月間スペインで稽古を経て、フランスに移り、 アビニョン演劇祭の舞台に6日間出演した。日本人ではオーディションに合格した4名が出演した。この作品はチケットが発売2時間で6日、分3600枚が完売したほどの人気で、フランスの新聞リベラシオンに掲載された。その後、ドイツ、ブラジル、イスラエルなど世界各国を順演した。10月と11月には、 小池ブリッジプロジェクトによる風の又たサブローデッセイオブウィンドに出演した。2017年1月再び小池ブリッジプロジェクトの小池博士による世界会議に空海役で出演する。3月には中野区のテルプシコールにてアントナン・アルトーの世界遺産を実験的パフォーマンスによって状況劇場出身の中村大二郎と共演した。二千十八年には 高村光太郎の、知恵故障の一人、芝居を、東京、兵庫、松山、高知で上演した。2019年4月より12ヶ月連続で、世界各国の文学作品から、毎月異なる作品を題材にした一人芝居を、四谷三丁目の総合芸術サ防、喫茶茶会期にて上演した。四月のヒョードルド・ストエフスキー原作の、地下室のから始まり、ルシア・ロルカ、 フェルナンド・ペソア、マサオ・カシキ、アントナン・アルト、クワハラ・タキヤ、ヨハン・ボルフ・ガング・ゲーテ、アルチュール・ランボー、ウラジー・ミル・マヤコフスキー、パブロ・ネリューダ、テラヤ・マシュージ、ラビンド・ラナート・タ・ゴールの順に、翌年3月まで続いた。この間、台風で、若きワェルテルの悩みが10月から12月に延期になる、アクシデントに見舞われたが、2020年3月に、上演は終了することができた。 2020年3月以降は、新型コロナウイルス感染症の流行により、公演活動の中止を余儀なくされる。夏に芸能事務所、オフィスマイチと業務提携を結んだ。同年秋、11月に予定していた夏目創石原作の公人日記を公演するにあたり、劇団を人間劇場を立ち上げた。11月公演は、リモートで同時配信という方式をとり、 舞台監督に内田誠の協力を得て、出演者も一人、数との出番となり、密を避けるように演出を試みて成功した。ありがとうございます。